とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は今回のタワー、10回、20回、30回、ボスがいますよね。そのボスのいろんな倒し方というのをやっていきましょう。では、まず最初は10回のボス、これで倒します。オートクロスボウですね。エンチャントには長弾マルチショットが入っております。では、早速、行きましょう。ここら辺をめがけて、落としましょう。まあ、動きによってはこの辺になるかもしれません。では、行くぞ。行け。とにかく、押す。しゃあ。押し切れてない。うまいこと、これ押し切れないといけないんだよね。よし。しゃあ。はい。オートクロスボウで押し出す方法ですね。そこそこ簡単です。今回はこれで倒します。ブラストだけですね。ちょっと難しいんだけども、ボスをここまで寄せてからブラストだけでボーンと爆発させて、落とします。まあ、若干これが難しいから。まずは、ボスを向こうまで誘導させましょう。なかなかね、向こうに行ってはくれないんだけどね。よし、来い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 。うまいことね、自分から後ろに下がることもあるんだけども。あちょっとできなかった。結構リスキーかもしれないね、これは。うん。まあ、ザコは愛のメダルでなんとかなるからいいけど。いけ！あー、無理か！ちょっと待って。もうちょっとね、落とせそうなんだけど、ごめん。剣で落としちゃった。でもブラストだけで落とせます。次はこの装備ですね。これヘビークロスボウです。これ結構ノックバックが発生しますので、どんどん押し込んでいくことができます。まあ、うまいことこのラインに持ち込もうか。ラインに持ち込むのがね、なかなか難しいっちゃ難しいんだけども、しゃっ、もう一発、よっしゃー、結構うまくいった。20回のボス行きましょう。これで倒します。壊れたビーコンですね。これだけじゃちょっとダメージが足りませんので、これ両刃斧で虚無を使って、その後ダメージを上げてから倒します。なのでまず最初に一発殴って、虚無を入れちゃいましょう。うまいことね、2体が並ぶように、立ち回るといいですね。ちょっと向こうが虚無が切れてるかな。でも、まあ、倒すことはできますね。虚無がしっかり入ってれば、もうちょっとダメージいきます。次はこれで倒してみましょう。これ、ビーストバーストですね。105のパワーだと、15,444。ダメージがあります。ベッグスを呼びますので、かける3だね。でそれでもちょっと残っちゃうので、虚無を両刃斧で入れてから当てましょう。まあ、若干難しい。まあ、うまいこと2体が重なるところに行って、召喚、そしてすぐにポーションを使う感じですね。若干難しいです。 OKOKOK。 うまいことね、2体が重なるような感じの時、もうちょいかな。あ、オッケー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 、いけるぞ、いけー。なかなかリスキーです。なかなかリスキーだけども、まあかなり早く倒せるのでいいんではないでしょうか。ビーストバーストでした。では今回はこれで倒します。これですね、メイスパワー84です。追い打ちと強打が入ってますね。釣り竿を使っていきます。では行きましょう。まずはこっち側から行きますね。行け。なかなかダメージはすごい時がありますけども、それでも、早く倒せる方だとは思いますよ。強打がね、結構いい感じです。強打でこいつらにプラス 45% ダメージを与えることができます。それでは30回のボスいきましょう。これで倒します。
雷の杖、そして氷の杖ですね、ダメージを与えれるようになったらば、虚無3を入れまして、弓のね。で、ダメージを最大倍率まで上げて、雷の杖と氷の杖を打ち込んでいきます。では行きましょう。まずね、周りの敵を倒しとかないと、そっちにダメージが、ブレてしまいますので、まずは周りの敵から倒していきます。オッケーオッケー、ダメージを与えれるようになったね。オッケー、では行きましょう。しゃあ。あー、ダメだ。うまいこといかなかったけども。終わりだ。はい。それでは、次はこれでいきましょう。ビーストバーストですね。パワー127だったらば、一発が37000となってます。これかける3だね。ベックスで。で、弓の虚無だと 300% なんですけども、武器の虚無だと最大 600%、7倍だね、のダメージを出すことができるので、これだとかなり強くなります。まあ、ただし、ちょっと待つ時間っていうのが必要になるんだけどね。まあ、しっかりと待ってダメージを 100% 与えるようにしていきましょう。雑魚はね、ちょっと邪魔なのよ、これ。よし。行きましょう。あ、でも雑魚がいた。ちょっと待て。よし、まず武器虚無を当てて、行け！あー、ちょっと待て、もうちょっと待たなきゃいけなかった。よし、ポーションが治りました。行きましょうか。いいかな。召喚ビーストバースト。これね、待つ時間がね、ちょっとね、難しいのよね。確か、5秒だったかな。5秒ぐらい待たないといけないので、多分、3秒ぐらいで打ったような気がする。それでは次はこれでいきまーす。魂の採取に釣り竿ですね。エンチャントは衝撃波旋風。まあ最適なやつがついてます。出てきてダメージを与えれるようになったら、虚無を入れて叩いていきましょう。この最初の無敵時間がね、結構めんどくさいんだもんね、こいつは本当に。いつから変わったっけ？結構最近か。いや、最近でもないな。オッケー、行きまーす。旋風当たってる？旋風が当たってるかどうかはちょっと微妙なところでしたけども、はい、当たってなかったかもな、旋風が。それではラストはこれでいきましょう。壊れたソーブレードですね。旋風をうまく発動させるかどうかで、早く倒せるかどうかが決まります。2回こうするような感じなんだよね。うん、2回こう打ち込むような感じにすると、旋風が発動します。あと衝撃波とかもね、ちょっと難しいんだよね。この衝撃波と旋風の運用っていうのがちょっと難しい感じですけども、まあまあまあ行ってみましょうか。もちろん弓で虚無を入れます。しゃあ、いけ。ちゃんとなってない気がする。あ、行ってる、今行ってる。あー、でもそうでもないな、そうでもないです。これは早くはない、早くないな。もうちょっと早く倒せると思ったんだけど。はい、ということで今日は10回、20回、30回のボスのいろんな倒し方やってみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。